タンデムは外国語学習者とネイティブスピーカーをつなげる iOS と Android 対応の言語交換アプリケーションソフトウェアである。メンバーはテキストもしくは音声チャットで会話する言語、交換パートナーを探すことができる。2020年4月現在12種類の手話を含む160以上の言語に対応している。タンデムは2014年にハノーファーにて アーンド・アスカントラブ、トビアス・ディック・メイス、マタイアス・クライマンらによって設立された。現在はベルリンに本社を定め、2015年には iOS 対応アプリケーションをリリースし、2016年に Android 対応アプリケーションをリリースした。タンデム設立以前にも、アスカントラブ、ディック・メイス、クライマンの3名で、メンバー制のモバイルビデオチャットコミュニティのビブを設立している。 2015年、タンデムは、シード機の資金調達として、アトランティックラブス、ハノーバー・ビタイリクンス・フォンズ、マーカス・エングラート、カテゴニア、ルート・ビヒズ・サム、フローリアン・ランゲン・シャイト、ヘイコ・ヒューバーツ、マーチン・シナー、ゼドニ・エンタープライゼスを含む、エンジェル投資家から60万ユーロを調達した。2016年に、追加の200万ユーロを新規投資家であるルビーライト、アンド、 フェイバーベンチャーズ、さらには既存の投資家である、ハノーバービタイリクンスフォンズ、アトランティックラブス、ゼロにエンタープライゼスから調達した。2018年、タンデムは、有料購読プランとして、タンデムプロをリリースした。この有料プランを利用すると、アプリケーション内のすべての言語学習機能が利用、可能となる。タンデムのアプリケーション及びその名称は、 言語交換で言語を学ぶというタンデム学習法からインスピレーションを得て生まれたという。言語交換、あるいはタンデムにおいては、ペアとなる2名それぞれが、パートナーが学習中の言語を母国語として話すことを前提に行われる。各自が目標の言語を学べるよう、各言語での会話をそれぞれ平等に行うというものである。タンデムのアプリケーションは、 タンデム学習法を開発した組織であるタンデム、フンダジオアによりライセンスされている。タンデムコミュニティのメンバーになるには、承認前に各メンバーが入会申請を行う必要がある。タンデムの方針に基づき、申請内容は審査を受ける。承認されると、学びたい言語のネイティブスピーカーのリストがタンデムパートナー候補者として閲覧可能になる。 メンバーはタンデムパートナーとインスタントメッセージ、ボイスメッセージ、音声通話、ビデオ通話の形式で会話することができる。年齢及び性別フィルター機能、位置情報を活用してタンデムパートナーのリストを絞ることも可能である。2015年、タンデムは Apple のベストアップスオブ2015に選出されている。その後タンデムは Google Play の ベストアップスオブ2017の一つにも選出された。2018年、タンデムは、オース・ジーザ・シントオルテ・イムラント・デアイ・デーエンと称する、コンテストにおいて、ドイツ産業連盟が代表を務める、ドイツ連邦政府とドイツ産業界の共同イニシアティブのドイッチュランド、ラント・デアイ・デーエンより賞を受賞した。このイニシアティブは、 文化の相互接続と開放的な社会を促進するドイツを代表するトップのアイデアやプロジェクトを表彰している。タンデムがメンバーのコミュニティ入会を即時に承認しないことに対する批判もある。一部の国では順番待ちリストが存在し、申し込みから担当者によって申請内容が処理されるまで最大7日間かかる場合がある。 タンデムでは160以上の言語を学ぶことが可能であり、言語と言語のコンビネーション数は1万1000パターンを超える可能性がある。ありがとうございます。